遊んでた弟が視界からバッて消えて。うん、うわううわうわうわ怖。わどうもオカルトコレクタシュー田中としげです。どうも元仮想場職員のゲタ花王です。今日は皆さんにとっても。 怖ーい階段を。田中がやります。いや、ハードル上げんなよ。<laughs> いやいや、階段するって言うから。えー、田中さんは階段だっても、うスペシャリストやんか。いや、まあまあ、ば、まあ。ほ <laughs> んに。あの階段最強しても、百万円で最強位の称号を買ったって言ってたやんか。左がやん。<laughs> <laughs> 歩んな何でかって、百 <laughs> 万で。百万ってゼロや。で。で、今日はね、ティーさんという女性が教えてくれて、お<う>まあ、この人。 巨大トンボた巨大トのボのう T さん弟がいて弟がね海に飲まれたっていう話ええ怖いな怖いよ小学校2年生の時にね T さんが弟が5歳ぐらい季節は秋ですね秋で車で家族旅行で徳島から四国の話やねんな高知にかけてどこかこの前から分からへんねんけど のないあらしいあで車を止めて砂浜やったんで家族で歩いてたで太平洋やからそれなりにこう波とかねあるんやけどその時はすごい落ち着いてた突然ズワって先生津波ってこと何 太平洋だからまあ波はあんねんけど、うん、その時は落ち着いてたのに、うん、いきなりズ怖いね大波が来た、ねうん、じゃあ遊んでた弟が視界からバッて消えてうわうわうわううわわ,わ,わ,わ怖っでその飲み込まれ方がもうなんかこう吸い込まれる感じで、うん、いやつる、うんつるんって弟が飲み込まれて、うん、なんかだからあマジで一瞬で消えるやつやろなんかつるんって入ったらしい それ、めっちゃ笑ってて面白くてツルンって入ったから「笑うなそいつも」つ <laughs> ツルンと入ってその瞬間に海面はシーンとしてお<う>波がなくなるお<う>で弟の気配も感じ、うんとでこれ両親はその笑ってる T さんもガンってンして焦っても弟を探しに行くわけよね。うん 30秒もたってないって言ってたけどその飲み込まれてからものすごく T さんを長く感じたと、うん、まあ両親もご両親もまあそれ急にこう緊張感発したやろなそうそう子供でもやっぱり分かるやんそう、うん、で親が焦ってるし、うん、でだん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  T さんも緊張してほんまに大変なことが起こったんやってこう気づきだしたんやなやばいとじゃ次また大波がバーッと、うん、来てんて、うん、じゃあポンってこう弟が、うん スポーンって出てきたらしいよかったですねそれはスポーンって出てきてこのうつ伏せでペターンってなったからまた笑ってもてんってて、うん、でもよかったよ、うん、よかったらな、うんな大丈夫かって言ってで水を飲んでるかもしれんからあのお父さんが水を吐かせようとして。うんうんうん 逆さにして逆さにしていやいや5歳ぐらいやからすぐでまあまあ生きるけど逆さにしてあわってやってててするとね弟スウェット着ててんけどこっからポロンってなんか出てきてんよそれが1 0ンチぐらい幅が横が横が1 0ンチ、下手が5ンチぐらいの動物の真っ白い骨やねん結構ぶっといやなそれでもそう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  真っっ白い骨ででそれがポンててて出きめっちゃきれいかったから T さん欲しいと思って持って帰ろうとしたんやけどお父さんが「やめとけもうこれはあかん」って言ってでもうそれ持ってお父さんが助走つけて海の方に「これは犬の骨じゃ気持ち悪い」ってお母さんも言ってでもなんか聞く感じでいくとサンゴの可能性もあるけどな。 お父さんとお母さんがそれぞれ畜産農業やってて、まあ詳しいわけね。だから犬だったら、犬ってすぐ分かったらしい。で、まこれはあの良くない。で、もう女装つけて。なんで女装つけるんだろ。ないです。なんで砲眼投げみたいなってね。もうそのまま地平線まで行ったよな。で、打ち上げられた時には、こう多分骨、その犬の骨がここに入っ で、こう押し付けられてた。だからあのちょっとこうはだけたらロールシャッハ何ロローールルシシャャッッハ？ハってのはまたこれ不思議でもやってええねんけどなんかシンメトリーの絵を見て心理テストやる方法があんねん。あああのなんか何々見えますとかそういうやつが。そううそそれのモヤってロールシャッハみたいなあざがついててそれでまたちょっと笑ったっていう話やねんけど。 もし,かしたらこれじゃあ四国やからさ、うん、まあかこ簡単につなげるとよくないねんやけど、うん、まあまあまあ、まあうん、まあでも犬神っていう話あるやんまあ四国は犬はねだから、まあ、犬神ってこう呪いって結構有名なんやけど、うん、しかも野犬多いしな、うん、もしかしたらこの犬に助けてもらったんじゃないかっていう説だっとだって入る海の,の中でい<や>そんな犬ういうのあういな入らんよなでしかも ツンってされて30秒もたたむしにポンって出されてるんでそれで一瞬で入る最後立ってたらめっちゃおもろいけどこうやって <laughs> それ一番おもろい <laughs> スポンって立ってたらえっらえどないしたんってなるけどああそれもね,ねちょっと不思議な話、ね、<laughs> 不思議やねそれはだいぶ<う>へえ<ー>ほんなら不思議大百科であの高知の海岸まで行こうで 探していやいやこれだから35年前やで奇跡やろあったらだから一回芸者さんが飲み込まれたやねんでやねん絶対笑うやん絶対笑うやんそのまま帰るから俺なんでやねん帰んなよ出てくるまで30秒待ってくれいやもうであの入ってるからここにあ僕のそうそううんでもそれはいいんじゃないなの人のクソ 本日もご視聴ありがとうございました <laughs>。最後。いや、最後はもう切ったあかんね、これは <laughs>。最後は。何もできち <laughs> ゃった。あ、じゃ、あやめろって、その、ぐにゃぐにゃ触るんで<あ>。んそんなことするか、は <laughs> か墓に。<laughs> 秘密結社みたいな感じですよね。あの、大江戸さんやりながら、ストリートも片付けてとか。百万出てきた <laughs>。貧乏になる。<laughs> 誰、うん、この子が。田中とラブゲーム。え。 そうしたらその瞬間俺の気持ち悪いのがヒューッと抜けます,けますあだ名つけてうんうんうんあだ名つけてうんせーのポン